そんでさ、ちょっと坂本がね、個人的に自分に気になるポイントだったのは、坂本黒井さ、アーカイブで見返そうと思って、なんか、その日本当に眠かったのね。また2、3時間しか寝れてない日で、やべ、寝れてねえよとか思いながら行ったんだけど、で、見ようと思ってさ、つけた瞬間にさ、え、誰?と思って。え、お前だ、お前誰?坂本黒、え、お前誰?そんなレベルですか。え、でもマジで笑えないレベルかもしれない。ちょっとあのなんか私の部屋、坂本の部屋だけじゃなくて、妹も汚いし、おばあちゃんも汚いし、リビングも汚いし、キッチンも汚いし、全部汚い。めちゃくちゃ地声だったわ。びっくりしたマジで。あのね、地声って言っても言うてあれが地声かって言われるとちょっと違うんだけど、なんかちょっと柔らかいし、ちょっとまだ高いんだけど、だいぶ地声に近づいててね、びっくりしちゃった。今作ってんの、え、もうバチバチに絞り出してるよ。え、言っとくとマジで喉の筋肉バリ使ってるからね、ガチガチよ。多分喉の筋肉だけはね、いっちゃんついてるかも。喉の筋肉が一番体の中で筋肉として使われてる。うん、確信がある。